万歳。奥様万歳。お嬢様万歳。戦後築いてきた我が国の安全保障体制というのは本当にこれでいいのかと、それが憲法の問題なのであって、それはもう根幹の根幹だと思っております。だから憲法をどのようにするかという問題と、喫緊の安全保障体制をどのように確立するかというのは、これは分けて考えていかねばならんものだと思っております。で、現行の憲法の解釈の範囲内でできることってまだ山ほどあります。今の憲法の解釈の範囲内でできることはたくさんあって、まずそこからやっていかないと、この問題を外交的に平和的に解決することは不可能であると思っておって、優先順位をきちんとつけてやっていくということが極めて重要だと思っております。